皆んこんにちは絵画骨董買取プロ周華堂の金子でございますこの丸の形ですね円の形吉原次郎のお作品のご紹介でございます まあ吉原はですね私がまあ生まれるちょうど1年前1972年にですね昭和47年の時にも亡くなりましたけれども,もう亡くなってですからあまあ48年9年、まあ、50年近く経つわけですけれども,、えー、もう関西でですね、えー、まあ具体を立ち上げた第一人者としても、まあ、今でも非常に有名な絵描きの一人でございます。 えーまあ、具体美術の中で,です、ねまあ、この円を描き出したのは、えー、もう晩年の昭和40年頃からだと言われておりますけれどもこうした、まあ、普通の単純なです、ね、円の中に実は非常に奥深い、えー、意味が込められてるんだと、まあ、一つ無限とも言うべきです、ね、そういった可能性が秘められてるんだということを晩年はしきりにこだわって絵画を展開していらっしゃいました。 えまあ油絵で,ですね見かけること、非常に少ないんですけれども、吉原には割とわりと版画、リトグラフが結構たくさん出ております、ですからこういったリトグラフもですね今一時に比べますと、非常に評価も上がってきておりますので、この時期にですね一度、この吉原二郎のお作品、お持ちでしたら、版画でも結構です、もちろん本画もきちっと査定してお答えしておりますので、私ども絵画骨董ト等買取プロ、周華堂までお問い合わせいただければと思います。 版画でも状態を見てですねきちんと評価させていただきますので是非こちらのフリーダイヤルまでお問い合わせいただきますようにお待ちしております。